はい、皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日はですねスーパー平和堂さんの方で買ってまいりましたよ、イカ焼き。ということで今日のテーマはイカ焼き3種類で飲む、そんな感じです。では早速いただきましょう。まずはいつものようにこれから。はい、今日の1本目はこれ、キリン一番搾りですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、ちょっと泡多めかな、まあいいかっていう感じですねではいきます。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。うまい。今日もよう冷えてるわ。そんな感じです。はい。では買ってきたものを紹介していきます。まずこのイカ焼きは夜店風焼きイカ。夜店風やからね、美味しそうやね。そしてはい、イカ七味焼き。これもう絶対うまいよね、ピリ辛で。そして3つ目、はい、これはイカ軟骨塩だれ焼き。ということで今日はこの3種類食べていきますよ。もちろんこれ冷めてるんでね、もう一回焼き直します。焼いてくれるのはもちろんこいつ。はい、今日も出ました、屋台横丁さん。では焼いていきます。はい、ではまずはこの夜店風イカ焼き、これから焼いていこうかな。はい、俺の分と嫁さんの分、2切れずつ焼いてみようかな。はい、では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じに焼けてきたね。まあこれは熱々になったらいいだけやからね。では早速いただきますよ。はい、ではこのいい感じに焼けてるやついただきますよ。はい、うん、あ、さすが夜店風やね。そんな感じ、めっちゃうまい。ビールに合う。はい、そして次はイカ軟骨の塩だれ焼き。これも焼くと絶対うまいよ。はい、こんな感じで少々お待ちください。はい、そろそろいい感じやね。軟骨も美味しそうやね。これ食感が多分いいと思う。いただきますよ。はい、確かにこの食感がたまらんね。
これはビールが進むくん。はい、うまいのでもう一ついただくよ。こう塩だれがいいね。うん、うまい。うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについでいきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。うやっぱりうまい。はい、では3種類目、イカの七味焼き、これ焼くよ。これね、前にも食べたことあるけどうまいよ。今日もうまいと思うわ。はい、では少々お待ちください。はい、そろそろいい感じに焼けてきたね。では早速いただきますよ。はい、ではいただきます。このかかってる七味はね、八幡屋磯五郎さんとこの七味ですよ。これ家にもあるけどうまいからね、この七味。ではいただきます。はい、ちょっと見えづらいけど湯気も上がってめっちゃうまそう。七味がうまいね。これは言うことナッシング。はい、ではうまいんでもう一ついただくよ。今度はこれを一旦お皿にのせてこれかけていくよ。はい、八幡屋磯五郎さんの七味ね。ちょっとこのイカね、七味が足りなさそうやったんで、さらにパワーアップさすためにかけすぎたね。はい、まあこれでうまなったと思うよ。いただきます。はい、ピリ辛度が増してうまなってる。うまさ倍増やね。これは最高にうまいです。あ、今日のイカ焼き3種類ともうまかったね。こうやって3種類食べ比べながら飲むと楽しいね。ところで、サルキチ君、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、サルキチです。いやー、チンさん、これはですね、本麒麟のショート缶、いつもサルちゃんが飲んでるビール、これどうしたかっていうと、もちろんそこのおばはんにもらいました。なんでもらったかっていうとね、おばはん今日仕事から帰ってきてガラガラって玄関の戸を開けるからね、サルちゃんダダダって言って、おばはんさん今日もお勤めご苦労そうでした、今日もビールちょうだいって言ったら、サルちゃんはいこれでいいかな、
本麒麟のいつものやつどうぞ。でくれたんです。それで、あ、ありがとうございます、ではこれいただきますって言って今飲んでるっていう、なんか何にもドラマも何にもない、普通に言って普通にくれたっていうことで、ちょっと寂しい感じの猿ちゃんですよ。まあでも一応もらったんで、お礼だけは言っとかなあかんからな。なあおばはん。おばはんもうなずいてます。ということで、おばはん、おばはん、今日は普通に普通のビールくれてありがとうの。それだけ言っとくね。そんな感じで今日も普通に飲めるサルちゃんです。以上。そうやったよね、サルちゃん。まあ普通が一番やでと言いながら、ふと時計に目をやると、まあまあいい時間なんで、今日もこの辺でお開きとさせていただきます。今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。イエロピクー。